今日は2013年の3月15日ですね。朝日新聞の一面には、第266代ローマ法王に選ばれたフランシスコ一世、の写真が出てます。まあ、カトリック信者10億人、世界中にいるそうで、大変な勢力を持ってるわけですけれども、私の戦いにを支援してくれた神父さんというのが何人もいて、まあ、その神父さんたちもみんなこの、まあ、いわばローマ法王の下にいるんですけれども、まあ、カトリックの面白いのは右から左までいろんな人がいるんですよね。指紋をなず拒否をして戦ったマキシム神父さん、この門前にもよく来てくれました。まあ、フランス人ですけどね。社会運動、反原発の運動をやってる人たち、人権の問題やってる人たち、カトリックの人たちいっぱいいますね。まあ、その反面非常に保守的な考え方の人たちもいて、まあ、それらが共存するのが、まあ、カトリックの面白いところだろうというふうに思います。この宗教というのは大変な力を持っているわけで、今の国際的な問題の一つの大きな一つがテロの問題というのがあるわけですけども、イスラム教の過激派がテロを行う、まあ、彼らにしてみれば、まあ、神様の意思に従っているっていう聖戦という言い方をするわけですよね。宗教の名のもとに人を殺すというのは昔からずっといたわけで、カトリックを広めるために十字軍の騎士というのが世界中を侵略して回って虐殺を行った。いろんな宗教が自分たちの宗教を広めるという名目で他の国を征服して虐殺するというのは昔からあったわけですね。まあ、神様仏様がそういうことを望むわけがないというふうに考えればいいんだけれども、非常に狂信的なものというのは自分たちの集団の力を強くすることがいいことだというふうに思い込むというのが宗教の欠点なんだろう。まあ、宗教の欠点だけではなくて人間の欠点なのかもしれない。社会や組織、集団を作るとその力を大きくすることによって力を得ようとする。そのためにいろいろなルールとかものの考え方を適当に曲げちゃうんですよね。宗教の中においても、まあ、聖書の中に書かれていること、仏教でも経典に書かれていることを都合の良いように解釈して、ここにこう書かれてるんだからこうなんだということを言い張るわけです。そのために人が不幸せになるということは昔からあるわけで、気をつけなければいけない。今日はウサギとカメですね。もしもしカメよ、カメさんよ、世界のうちにお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか、まあ、この歌もみんな知ってるわけですけども、これはイソップ物語ですかね。それが元になってできてるはずですけども、明治34年の6月に、幼児唱歌というのに載ったらしいんですな。歌ってみますか。カメよカメさんよ、世界のうちにお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか、なんとおっしゃるウサギさん、そんならお前とかけ比べ、向こうの山のふもとまでどん
ちらが先に駆けつくか、どんなに亀が急いでもどうせ晩までかかるだろう。ここらでちょっとひと休み、ぐぐ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 、これは寝すぎたしくじった、ぴょん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 、あんまり遅いうさぎさん、さっきの自慢がどうしたの。自分より劣ってるという相手でも思う相手でもバカにしたら勝負というのは下手すら負けますよという話だと思います。まあ、沖電機も私をどうせ大したことはできないだろうというふうにバカにして相当痛い目に遭っているようですけども、まあ、この偶話を思い出していただきたいものだと思います。今日はこれぐらいしておきます。